どうやらこれ以上の情報は集められなさそうですね。そのようだ。姿を消したバスさんについてここで得た目撃情報をまとめます。整理がついたらきっと行き先がはっきりしますね。姿を消したバスさんについての目撃情報をまとめました。バスさんは服を汚したり着替えたり、いろいろな痕跡を残してどこかへ向かっています。この痕跡を順番に並べたら行き先がどこかわかるってことだな。さすがだ B 君。それではサーヤ、早速証言のメモを読み上げてくれ。はい先生。証言を聞いた順に言っていくと、ポール付近でスープをかけられた。その時には特に目立った特徴がなかったようです。従業員控え室で着替えた。脱いだ服はワインなどで汚れていたということです。掃除用具の倉庫で水の入ったバケツにつまずいて水をかぶった。服にワインのシミがあったようです。ラウンジでワインをかけられた。その際服がどのような状態だったか目撃者は覚えていないそうです。バス殿が行きそうな場所は客室、ラウンジ、ホール、従業員控え室、それから掃除用具の倉庫か。客室の鍵は脱いだ服の中に入っていたということですから、客室には入れないでしょうね。これ以上の目撃証言が得られないことから、バスさんはラウンジ、ホール、従業員控室、掃除用具の倉庫のどこかにいると思われます。目撃証言同士を照らし合わせて、このうちの最後に行った場所に隠れていると考えるべきだな。はい。そしてバスさんがそれぞれの場所を訪れたのはおそらく一度ずつです。バス殿がよほど人目を忍ぶ技術に長けているとすれば別だが、これ以上の証言が得られないとなるとそう考えていいだろう。自信はないか。最初に行ったと思われる場所はホール、従業員控え室、掃除用具の倉庫、それからラウンジ、どれでしょうか。もし私の調査結果を見返したいときは画面右上のログボタンを押してくださいね。私も迷いました。最初に訪れたとするならここか、あるいは目撃者の方の証言によればバスさんがかぶったスープは色の濃いものだったそうです。最初にここを訪れたのだとしたら、スープのシミは他の方たちの目にも触れていたはずです。だとすればワインのシミのように他の誰かが言及すると私は思うんです。うん、最初に行ったのは別の場所だってのか。もう一度考えてみようぜ。もし私の調査結果を見返したいときは画面右上のログボタンを押してくださいね。真っ先に控え室で着替えたとなると、いくつかの証言と矛盾が生じますね。うん、最初に行ったのは別の場所だってのか。もう一度考えてみようぜ。もし私の調査結果を見返したいときは
画面。しかし、そうなると証言が食い違ってきてしまいます。最初に、もし私の調査結果を見か、そうですね、ここでつけられたワインのシミを複数の方が覚えているということと、服の様子を覚えていないという証言を鑑みるに、何の特徴もなかったから何も覚えていなかったのでしょう。服がずぶ濡れだったりしたら、ラウンジにいたやつもさすがに覚えてるだろうしな。ですね。では次に訪れたのは、なるほど、次にホールに行ったとしても不自然ではないですね。でもよ、ここの目撃者は服に妙な点はなかったって言ってんだよな。ワインを引っ掛けられてんならさすがに気づくと思うぜ、オイラ。確かにそうですね。他に探るべき可能性があるかもしれません。ですね。では次に訪れたのは、次に控室で着替えたとなると、いくつかの証言と矛盾が生じますね。なんだか難しいですね。ですね。では次に訪れたのは、そうですね、バスさんがバケツをひっくり返した時、服にワインのシミがあったそうなので、他の証言と照らし合わせても次にここを訪れたのは間違いないだろう。ですね。では次に訪れたのは、そうですね、バスさんが着替えた時の汚れ具合からして次はここでしょう。控室で着替え、ホールでスープを引っ掛けられたのか。つまり最後に向かったのはホールだ。なんだか踏んだり蹴ったりだな。バスさん、ずいぶん慌てていたんですね。そうだな。普段のあの人からは想像もつかないが。ともあれ、バス殿の行方がはっきりしたということだな。はい、ホールのどこかに隠れていると見て間違いなさそうです。じゃ、さっさと探しに行こうぜ。ああ、バス殿に何があったか知らないが、また行方をくらます前に捕まえねば。潔サイドか、何時こと新しく再生せり。やったな。ふっ、消えろ。ふっふっ、無駄。消えろ。これは銃声。あっちだ。
バルア君たちか。大変なことになった。バス殿、一体どこにいらっしゃるんです？何、用事を思い出してね。だが今はそれどころじゃなくなったよ。ヒゲのおっちゃん、なんだってこんなことに。息はあるようだ。命に関わる傷ではない。ふん、銃口に血がこびりついている。傷口の周りには焦げ跡か。この二つから判断するに、銃口を額に押し当てて引き金を引いたようだ。しかし幸いにも銃弾は頭蓋骨に弾かれて、傷自体は浅いな。衝撃で意識を失っているようだが、回復は早いだろう。おいおい、弾が頭蓋骨に弾かれてって、そんなことあるのかよ。条件にもよるが、銃弾が滑って頭蓋骨を貫通しないことは稀にある。軍にいた頃、似たような場面を見たことがあってな。そうか、大事に至らず本当に何よりだ。バスさん、ヘクターさんを発見した状況について聞かせていただけませんか？そうだな、おつらいでしょうが、我々は何が起きたのか知っておく必要がある。ああ、この手紙を見てくれ。これはヘクターの遺書だ。遺書？先ほど私の部屋で銃を探していただろう。その時に見つけてな。慌ててヘクターを探しに行ったのだが、一歩遅かった。ヘクターを見つけた瞬間のことだ。彼は銃口を額に押し当てて引き金を。なんてこった。ヘクターさん、どうして。その遺書には、なんと。偽怪盗は私だと。私も驚いたよ。そして続く言葉は、騒ぎが広がるにつれ過ちの大きさに気づき、事態の責任を負うべく自ら命を絶つことを決意したと。くそ、生きて罪を償うことは考えなかったのか。本当に軽傷で済んだのが幸いでした。先生、ヘクターさんを医務室に運んであげましょう。ああ、彼の意識が戻ったら話を聞こう。すまないが、あとは任せてもいいだろうか。私は部屋に戻る。傷ついたヘクターを見るのが辛くてね。おう、あとはオイラたちに
金持ちのおっちゃんは休んでていいぜ。すまない。気分が落ち着いたら私も医務室へ向かうよ。バスさん、大丈夫でしょうか？軍にいた頃の経験則だが、こういう時は一人になりたいものだ。心の整理をつける時間はどうしても必要だからな。先生、とにかく今はヘクターを医務室で手当てしてやろう。だな、行こうぜ。大事ないか、我が師。それにしてもまさか偽怪盗が自殺するとはな。そうですね、なんだかすっきりしない終わり方です。だがヘクターには驚いたよ。聖少獣に支配されながらも自らの信念を貫くとは。そうでしょうか。おい、ルリア、オイラもヒゲのおっちゃんの行動は立派だと思うぜ。あ、違うんです。なんだか違和感があるんです。というと？聖少獣マモーナスの影響を受けたヘクターさんが自分の命を絶とうとしたことにです。何？詳しく聞かせてくれないだろうか。マモーナスの能力は人の欲望を強くするんですよね。それ自体は私があの聖少獣から感じた雰囲気から納得はしているんですけど、マモーナスの影響を受けて欲望が強くなった人が本当に自殺なんてするのかなって。だがそれをヘクターは自らの意志の力で乗り切ったのだろう？それもやっぱり変なんです。聖少獣の力というのは意識して抗えるものではないと思うんです。よほど特別な人でもなければ、それこそ聖少獣を倒せるほどの。だがクリスティーナ殿も言っていただろう。欲望の末の流血の陰にマモーナスありと。そうですね。でもやっぱり銃を自分に向けて引き金を引くというのは変です。とするとむしろ自分じゃなくて他人を撃つ方が自然。あ！お！先生、医務室に行ってる場合じゃないです。ああ、どうやら俺たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。回答者のワールが伝えたかったのもきっとこれなんです。そういうことか。周りくどいことをする。そこの君。はい。すまないが
このヘクターを医務室まで運んでやってくれ。重装あるが軽傷だ。おい探偵のおっちゃんたち、いきなり焦ってどうしたんだよ。悔しい、騙されました。完全に。ああ行くぞミク、これは偽怪盗の罠だ。偽怪盗の罠って何なんだ？ちょっと説明してくれよ。ヘクターさんは偽怪盗ではなかったということですか？ああ、詳しい説明は後だ。それより急がないと手遅れに。おい探偵のおっちゃんたち、走るの早いよ。このまま発着場まで急ぐぞ。偽怪盗を逃がすわけにはいかん。はい。バルワ君、一体どうした？息を切らせて。少し話をさせてもらいたくてね。まさかヘクターの身に何か？そうですね、ヘクターさんの身に何かが起きたというのは間違いありません。容体が急変したか？いや、彼が偽怪盗ではなかったということが判明した。何？では誰が偽怪盗だというのかね？あんただよ、バス殿。カジノ邸ジュエルリゾートを脅かした偽怪盗の正体はバス、あんただ。おいおい、冗談はよしてくれ。犯人はヘクターで決まりだろう。そういうわけにもいかないんです。ああ、彼は殺されかけたんだ。バス、あんたの手によって。バカな、あれは自分で自分を撃ったんだろう。ヘクターはそんなことしちゃいない。いや、できなかったんだ。なんだと？聖少獣マモーナスの影響を度外視してもヘクターにそんなことはできなかった。あの現場のスケッチがこれですが、ここに明らかに不自然な点があります。何？わかりますか、団長さん。不自然な点がどこなのか。この手がどうかしたのかね？ずっと身の回りの世話をしてくれた頼もしい手だが。わかりませんか、バス殿。私たちも騙されてしまいました。ルリアさんの一言がなければ気づくのに時間がかかったでしょう。その間にあんたがここを離れれば、こうして捕まえることもできなかった。
なぜ私を疑うのかわからないが。なぜって、普通に考えて自分の頭を打てないでしょう。これなんだと。自分の腕より長い銃をですよ。普通の持ち方して銃口を額に向けるなんて不可能です。あ、いや、いや、これは自分の頭を打った後に手を置いたのでは。だが我々がヘクターを見つけた時に彼は完全に気絶していました。延々とひどい痙攣でも起こしていたのならともかく、気絶した人間の手が自然に銃を握るというのはいささか不自然でありますな。誰かがヘクターさんを撃って銃を握らせたのでしょう。自分の頭を撃ったと思わせるために。つまりこれは自殺に見せかけた殺人未遂事件です。ヘクターの頭の傷が至近距離からの発砲でできたのは、傷口と銃口の様子から明らかだ。ヘクターさんの顔には焦げ跡が、銃口には血がバッチリこびりついていましたからね。しかし自分で頭を撃とうにも不可能であるということは、先ほど言った通り、あんたの証言とこの状況、これは明らかに矛盾している。だがこんなことはあんたがするとは思いたくなかったが、ヘクターを撃ったのはあんただ、バス。他にもおかしいことはいくつもある。はい、例えばさっきバスさんの部屋で見つけたこの予告状、とんでもない量の香水がかけられていて文字がにじんでしまっています。これではもはや何か書かれていたのかさえ判別がつきません。この予告状を知らない人が見たら紙の模様と勘違いするほどに見事ににじんでいますね。さて、このにじんだ文字からこの予告状についてわかることは。見ればわかる。紙だ。紙ですね。つまり私の容疑は晴れたということかな。違います。さて、このにじんだ文字からこの予告状についてわかることは。このにじみ具合から察するに、おそらくインクが全く乾いていない状態で大量の香水がかけられたのでしょう。私たちがこの予告状を見つけた時、香水でびしょ濡れになっていました。何らかの事情で香水がかかり、乾く間もなく発見されたということでしょう。つまり我々がバス殿の部屋に入ってすぐに書かれたということだ。ということはバスさんの部屋に踏み込んだうちの誰かが書いたということになりますね。
それが私だと言いたいのかね。その通りです。やれやれ、少々強引すぎやしないか。実はそうでもないのだろう。さや、君の推理によれば。ええ、決定的な証拠があるんです。なんだと。私がどこからそれを読み取ったかわかりますか、団長さん。表情？ならば試しに今何を考えているか表情から読み取ってみてくれないか。私をからかってますね。正解だ。団長の推理は当たっていたのか。外れです。私がどこからそれを読み取ったかわかりますか。私はあの場で発言をした覚えがないのだが。確かにそうです。なんだか先生の真似してもったいぶるのが苦しくなってきました。耐えろ、苦しむのは最初のうちだけだ。私がどこからそれを読み取ったかわかりますか。部屋に入った順番？誰がどの順番で入ったか覚えているのかね。いえ、私は覚えてません。右に同じ。団長殿も覚えていないようだが。次行ってみましょう。私がどこからそれを読み取った。逃げたというか、ヘクターの遺書のようなものを見つけて慌てて。いえ、これは断言できます。逃げなくちゃいけない理由があったんです。お、私は最初あなたの行動が理解できませんでした。あなたがどうしてあの場から逃げなければならなかったのか。偽怪盗の正体があなたと疑って、その疑問は消えました。先ほどの予告状にかかった大量の香水なんですが、実はあれ、香水瓶に仕掛けがしてあったんです。怪盗者のワールのいたずらですね。使おうとするとこぼれるんです、ドバッと。そうか、だから予告状があんなことに。つまりそれによってバッサンは一つ心配事を抱えたんです。バッサンが気にしていたこと、それは。大衆？私がシャワーを浴びに行ったとでも？大衆といってもバッサン本来の大衆ではありません。そうか、香水がドバッと溢れたのであれば。はい、予告状がびっしょり濡れるほどの量です。ドバッとこぼれたら当然体にもかかりますよね。予告状についたものと同じ匂いをプンプンさせていたら当然疑われるな。それで香水をたっぷり浴びて異臭を放つようになったあなたは、まず匂いを消そうと考えたはずです。その結果いろいろと試行錯誤をしたわけですね。ワインや水やスープを浴びたというわけか。なるほどな。と、ここまで長々とお話ししました。かなり遠回りはしましたが、今洗濯中のあなたの衣服、それからあなたの体、両方に香水が残っているはずです。
おそらく体を拭いたりもしたでしょうけど。無駄ですよ。怪盗の香水はそう簡単に落ちるものじゃありません。確かに場合によっては雨ざらしの公園に予告状が刺さっていることもある。ちょっと濡れて匂いが落ちるのは奴が一番嫌いそうなことだ。予告状を触った手は何日も匂いが残りますからね。ニンニクを切るより厄介です。バスさん、あなたの体の匂いを嗅げばあなたが偽怪盗か否かバッチリ分かっちゃうんですよ。この状況で予告状を偽造しようだなんて偽怪盗以外考えないはずですからね。鍛錬のしどきですよ、バッサン。さあ先生、遠慮なくクンクンしちゃってください。お、俺が書くのか。男同士でそれは。私だって嫌です。これまでか。皆さん、どうした、ルリア君。来ます、この気配。星晶獣魔王なしです。この解き方でいいのでしょうか。面白い謎でしたね。星晶獣マモーナスがここに現れようとしています。あにゃ、いきなりなんだよ。きっとバスさんが追い詰められたことに反応してバスさんを守るために現れようとしているんです。まあオイラたちとしちゃ向こうから来てくれる分には大歓迎だけどよ。行くぜ。オイラずっと話聞いてるばっかりですっげえ暴れてる気分だったんだ。ずっと不思議だったんだけどよ、あの星晶獣どっから出たり消えたりしてんだ。今わかりました。バスさんの持っている銃、あれはマモーナスが擬態した姿なんです。擬態？銃の形してる間はルリアにも気配がわかんねえのか。はい、だから神出鬼没のように見えたんです。なるほど、あの銃を持っていたらマモーナスが出てくるって分かったから、バッサンは怪盗に盗まれたことにして銃を部屋に戻したんですね。まあ細かい話はなしだ。要はオイラたちがあいつを倒せば偽怪盗は消えるんだろ。そうですね、マモーナスの影響から逃れさえすれば。バスさんはバロワさんが言っていた優しいバスさんに戻るはずです。星晶獣か。こうして間近で見るのは生まれて初めてのことだ。私もです。先生、私たちは安全なところに隠れていた方が。何？問題ない。星晶獣と戦うことを想定した訓練も軍事隊に受けている。行くぞ、サーヤ、そして団長君たち。
無駄。タッ！燃えよ！命燃やす覚悟で参れ。準備はできたか。くらえ！今の私は強い！一切合切を怪人と帰参。邪魔。清き豪華にまかれよ。なかなかだ。今の私に勝てるわけないだろ。ここは…あ、目開けましたよ。バス殿、大丈夫か。私は聖少女に心を乱されていたのか。すまない。そんなあんたに朗報だ。怪盗からの見舞い状だよ。事件解決につき、この怪盗の名を語ったことを責めはしない。しかし繰り返すことのなきよう、夢お忘れなくだとさ。本当に迷惑をかけた。まったくとんでもないことをしてくれたな、豚が。カジノの経営を脅かし、貴様の資金を注入して乗っ取ろうとは、ふざけたことを考えるじゃないか。わかった、待ってくれ。金を返すのは当然のこと。色をつけさせてくれ。ほら、新しい設備が欲しいと言っていただろう。欲しいものは何でも言ってくれ。出資をさせてくれ、頼む。ほう、詳しい話を聞こうか。気になったんだけどよ。お、何ですか、Bさん。聖少女マモーナスってのは誰かの欲を大きくするって話じゃねえか。ルリア、お前そんなやつ取り込んじまって大丈夫なのか。実はさっきからすごくお腹が空いて、今日の夕飯はいつもの倍は食べられそうな気がします。おいおい、ルリアがこれ以上食欲旺盛になったら食費で船が傾くぜ。待っていられるか。早く釈放して追ってこい。探偵のおっちゃんたちじゃねえか。そんなに焦ってどうしたんだ。怪盗だ。怪盗の予告状が出た。なんだって。解決したと思ったらもう次かよ。ああ、まったく落ち着きもないやつだ。ルリア君、B 君、
そして団長君、君たちの力を借りたい。私からもお願いします。今度の事件ちょっと手に負えなそうで。仕方ねえな。なあ、オイラたちも行こうぜ。はい、頑張りましょう。お待ちしたご注文の料理こちらっす。どうよこれ、まぶいべ。マジでうめえんだなこれ。ゆっくり味わっていってね。お姉さんお帰りっすか。どうっすかうちの料理。ああ美味しかったよ。少々店が騒がしいのが難点だがな。へへ、あれが癖になるって評判ね。うん、君一体どうした。このお姉さんよく見たら超まぶくね？ん？あの、お姉さん、自分、夜バイト上がるんで、よかったら、ここ来てもらえません？で、バイト中に出会った人、キャタリナさん言うんだけど、やべえんだよ、マジ美人なんだよ。マジ一目惚れよ、心臓がマジで弾ける5秒前的な。あんなのいねえわ普通マジ。ローアインが一目惚れとかねえわ。おめえどうしたんよ急に。ペーな、それマジペーわ。こいつの好みってどんなよ。見てみてそいつ。キャタリナさん来ると思う？来る、きっと来るですよね。ウェイ。おいあれかよ。はぁ、騎士じゃん、鎧着てんじゃん、超強そうじゃん。お前マジか。うっせえよ、お前らどっか隠れてろ。絶対邪魔すんなよ。ウィース。よっしゃ、こんばんは。お待たせしましたっす。いや、ローアインだろ。それで用件とは。うっす、実は、あれ、ちょっと待って。
なんかおかしいな。ん？どうしたんだ？さあせん。夜空があまりにも綺麗だったんで、ちょっと驚いちゃったっす。ああ、確かに幻想的な夜景だな。だが、君にとっては日常的なものでは？そうっすね。でも、昨日と一緒の風景が、なぜか輝いて見えるんだ。きっと原因は、あなたのせいさ、キャタリナさん。私のせい？すまない、意味がわからないんだが。驚かないで聞いてほしい。からかってるわけでもね。俺、あなたに一目惚れしたっす。なん、ひ、一目惚れ？おーい！どうなってんだ、あいつ！かつてない絶好調じゃね？べえ、あんな激マブ口説いてんのに、ピクチリテンパってねえとか。キャタリナさん。いや、カタリナアリゼ。俺と、付き合ってもらえませんか？それは、すまないが、私は旅をしていて。ねえ、わかってるっす。だから、俺も気空団に加えてほしい。料理の腕には自信あるんで。キャタリナさん、あなたの味噌汁、俺に作らせてくれ。おーい、どうも。ちょ、聞いてくんね？クソウケんだけど。この前さ、鳥間なんか飲む？あなたの味噌汁、俺に作らせてくれ。でのはどうよ。キャタリナさん、キュンジに確定っしょ。おめえ、また妄想してんのかよ。マジファンタジーだから、それ。な、また撃沈すっぞ。伝説量産する気か？ああ、いいと思うんだけどな。じゃあどうすりゃいいと思うよ。そりゃあ、まあキャタリナさん鉄壁だしな。下手すっと入団もヤババだったし。
俺らかなりラキっぽよ。あ、すいません、お部屋もらっていいっすか。つか、やっぱプレゼント作戦？花束とか持っていきゃよかったわ。ない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 、むしろないわそれ。おめえ花とかガチめにやべえから。ルカ、女心は物じゃねえよ説あっぞ。どういうことよ、ご意見箱設置。キャタリナさん純情だし、ぐいぐい押すと引いちゃうよ的な。つか騎士じゃん、鎧じゃん、硬派に決まってんじゃん。なよった男とかアウトオブ眼中。はい、合意見箱開示。わりかしガチめな意見どうもです。だがしかし、じゃあどうやってアピんだよこら。黙って待っても幸ねえぞ。そこはあれじゃねえ、もっとこう言葉じゃねえとこでさ、鳥間味噌汁はねえわ。ドゥーカン、行動で気持ち伝えるっつうの？やっぱメンズは頼れるとこ見せねえと。ああ、なるりゃ。でも頼れる行動っつうと、おピッカン来ちゃったよこれ。なになになに、自信ありげじゃん。白プリだよ白プリ、白馬の王子様っぽい感じ。キャタリナさん好きなんじゃね。お、あ、あはあ、キャタリナさん困ってるとこ速攻駆けつけちゃう的な。誰か助けて、バラ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 。ヒヒッ、うまっかよ、そこはプリンスやれよ。でもなるほどな、なんか見えてきたわ、白プリな。いいじゃねえか姉ちゃん、俺と暑い夜を過ごそうぜ。いい加減にしてくれ、もう何度も断ってるじゃないか。またまた照れちゃって可愛いぜ。いいからこっち来いよなあ。やめろ、離せ。おいおい、なんだよ、まるで俺が悪党みてえなノリじゃん。ああ傷ついちゃったな。誰か助けて。ちょ待てよ、ロアインだろ。その汚ねえ手を離せ。かわいそうに。嫌がってんだろうが。
ああ、なんだてめえこら、まさか俺に言ってんのか、ごぼうみてえな兵糧君がよ。そのまさかだ、リモ野郎。さっさと話さねえと茹でっぞ、こら。つっ、突っ込んでろや、ごぼう。てめえこそ湯がいてサラダにすんぞ。やってみろや、芋。やってやんよ、ごぼう。芋。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 ごぼう。ぶっ潰してやんよ、こら。今だ、ダチコ。しゃあ、任せろい。べえことになんぞ。来ませんな、おら。ダイハー。さあ、キャタリナさん、乗っちゃって。